どうも、田志郎です。夏休みと有給休暇なんですけど、反抗期の息子を無理やり連れてきました。連れてくんされました。ほら、めっちゃ手振って応援してくれてんで。変顔すんなよ。お前のおかんやろ。あんたの嫁やろ。ところでどない、学校最近楽しい？楽しかったら学校ちゃうやろ。小学生 YouTuber か。ちゃんと学校行っとるわ。ほなな、学校行っとんやったら好きな女子の一人や二人はおるやろ。いや、二人は犯罪やろ。何やこれ、セクハラみたいに言いやがってる。セクハラってね、セクシーハラスメントか。違う、どんなハラスメントやねん。あれか、あの美魔女にランチに誘われましたみたいなやつか。いや、意味わからん。一瞬考えて。あの美魔女で今思い出したんやけど、魔女ってなんか煮込んでへん。ずっとなんか大量に煮込んどるもんな。あれ、一人暮らしの寮やなんやろ。いや、業者かもしれんな。お前なんかこういう話の時にスッと乗ってくれるな。おとぎ話大好き。ところで最近学校何流行ってんの？インフルエンザ。現実の話もさ、すぐこれや。そこはタピオカとかやろ。あの行列をできる団子汁か。お前女子高生敵に回しよったな。女子の腰に手を回した。いよいよこれか。これかってないよ。サッカーゴロ動き何？バレー部やからね。卓球部やろ。うるさいな。今日もせっけん夏休みぐらいゆっくりさせてくれや。だいたい子供って休みすぎやねん。あの勤労感謝の日とかまで休んどるやろ。大人のくせに子供の日休んどるやないか。なんだお前、父の日休むなや。元から日曜日。ほんな母の日もってお前ずっと繰り返すやないか。もう最後ぐらい仲良く腕組んで帰ろう。はい。どうもありがとうございました。